みなさんこんにちは。モーニング娘。休憩メンバーの福村美月です。生田エリアです。特技はハンドスプリングで、好きな食べ物がイチゴです。おー、イチゴ。はい、イチゴです。ね、イチゴいつも食べてるけど、ね、じゃあ、リホちゃん。はい、お願いします。サイシリホです。私の特技はけん玉と習字です。ズッキー、自己紹介お願いします。はい、鈴木かのんです。特技はモノマネです。モノマネです。ちょっとモノマネですよ。モノマネだね。で、自己紹介もしたところで、はい、あのね、私たちの新曲4月6日に発売されました、マジでスカスカ、はいはい、について話したいと思うんですけど、はい、なんか PV 撮影とか、はい、レコーディングとかいろいろしたんですけど、なんか話はありますか？話はじゃあ私からいいですか？はい、この曲のレコーディングの話をしたいと思うんですけど、この曲はちょっと本当に元気な曲で、練習してる時からすごい楽しくって飛び跳ねながら歌ってたんですよ。レコーディングもすごい楽しかったんですけど、間違えて覚えたところとかそういうのをするのはやっぱ初めてのことで大変だったことも多かったんですけど、その努力の結果でこういういい曲になったと思うので、皆さんたくさん聴いてください。じゃあ私は PV 撮影の話をします、はい。PV 撮影ではいろんなパターンのシーンを撮ったんですけど、例えばダンスバージョン、ダンスパート、あとはソロとか撮りました。一人ずつ、それでその PV にはマジでスカスカっていう大きいセットがスタジオに置いてあったんですけど、それをこう駆け抜ける、歩きながら、それが背景にあって、一人一人こうカメラに向かってこうね、カメラにアピールをしたんですけど、やっぱりその時は一人だったし、すごい緊張したんですけど、先に先輩たちがやってるのを見ながら一生懸命頑張りました。あとダンスのシーンでは、その休憩メンバーとかは、鈴木かのんちゃんとかはダンス経験がなかったのですごい大変だったって言ってるんですけど、はい、全員でラインダンスをするところがあって、それで足をこう上げるんですけど、かのんちゃんはなかなか上がらなくて、それすごい頑張ってたし、あとはそのダンスのパターンを何回も撮って やったんですけど、その時にもうみんな汗いっぱいかいて、すごい大変だったんですよね。ね、本当にめちゃめちゃ汗かいちゃってね。着てるし、ね、そう、じゃあその衣装をね、そう衣装だよね、ね、じゃあ衣装いきますか。はい、ね、はい、この衣装、ちょっと休憩メンバーだけ全員一緒に衣装さんに作ってもらったっていう手作りのジャケットなんですけどね。はい、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。初めて知ったよ。私知っちゃった本当。でもね、こことか、ね、ドクロ。これは全員休憩の。あとここの星とかもキューキーの星なんだよね。そう、これキューキーと、あと田中玲奈さんが、田中さんこれだよ、こっちだっけ、頭にね、あ、そう、頭飾り、この位置とこの星、あ、位置だから、キューキーの証なんだよね。ね、でもなんかみんなさ、それぞれ色が違うけど、ね、みんなブレスレットとか、ブレスレットと首輪じゃないこれ。なんかズッキーがすごいオレンジで喜んでたけど、ね、すごい嬉しいんだよこれ、ね、オレンジ好きだから、オレンジっていう風に聞いた時に超飛び跳ねてます。でこのスタイルは先輩たちと同じスタイルで、すごい嬉しかったよ、ね、嬉しいよね、これが私たち初めてのデビュー曲の衣装です。聞きどころは、まず最初に9期全員で9期が一人一人歌を歌うんですけど、ソロでね、出だし、りほちゃんからね、歌うんだよね、そこ聞いてもらえたらなと思います。あと見どころは、ラインダンスかな、ちょっとやろうよ、いくよ、いっせーの、でどんな時でもポジティブで、めっちゃキラキラ、あ、それがそうって感じのやつなんですけど、いや、それパーティー一人に歌ったら、それはいいからもう恥ずかしいからね、どっちがわからん。そう、で、こんな感じのハッピーな曲になってるので、皆さんぜひ聴いてもらいたいと思います。で、このマジでスカスカを披露しているハルツアー、
今やってるんですけど、はい、ね、すごいもう本当にリハーサルが大変で覚えることがね、いっぱいあって、そうですね、本当に大変だったんですけど、ズッキーどうだった？私やっぱり、うん、ダンスがついていけてなかったじゃないか、だからすごい大変だったんですけど、うん、みんな努力してここまで来たので、ぜひ見てもらいたいと思います。でもズッキーってさ、なんかみずき尊敬しちゃった、すごい。なんでなんで、なんかすごいと思う。だってみずきも今までハロプロ野球でやってきたけど、でも覚えること多すぎてやっぱできないのがいっぱいあったのに、ズッキーはなんかすごいと思った。みずき、だってやったことないんでしょ、ダンス今までで。もないけど、なのにさ、すごいよあれは、うん、でもまだ未完成な部分もみんなあると思うので、うん、コンサートが終わる頃には、ね、うん、完成終わる頃には、コンサートが終わるまでには、次までには、ね、次までにはできてないとね、みんな完成を完成をしないといけないからね。りほ、うん、ちゃんはどうですか？やっぱり私もダンスを習ってて6年、うん、習ってたんですけど、やっぱりこんなにたくさん覚えることがあるっていうのはなくて、うん、本当にバイチって言って、みんなコンサートの時に舞台に立つ位置のことを言うんですけど、うん、それっていうのは番号が決められていて、決められた場所に立つんですけど、その番号が細かくて、ね、細かいよね、うん、1とか2とかあるんですけど、その間に 1.5 があって、さらにその半分の 1.75、うん、1.75 とか 2.25 とかね、すごい細かいところまで覚えなきゃいけないので、ね、なんか1外と 1.25 の違いがよく分からなくて、こう 1があったらこの辺そう、この辺なんですけど、ね、1外とか 1.25 の違いがよく分からない。あ、いや、一緒だよ。あ、一緒なんだ。2人はダンスしましたね。そうなんだ、一緒だと思うけど。じゃあ、エリコンどうだった？音痴だから、うん、歌頑張ってたね。歌めっちゃ頑張って、うん、ずっと歌ってたね、うん、歌ってる、ね、今でも歌ってます。歌は習ったことないんだ、もちろん。ね、習ったことない。エリコちゃんあるの？いや、なんかちょっとだけやってたっていうか。あ、そうなんだ。いや、普通に発表会とかで歌ったりとか。あ、そうか、そうか、ね、ダンス習ってたから。そこそ歌も歌うんだ。へ、歌も歌ってた。ちょっとそこうまいもん、ね、でもリハーサルは本当に大変で、うん、私たち球技はもうついていくのに精一杯だったんですけど、はい、先輩方に助けてもらったり教えてもらったりいろいろしてね、はい、ここまで来たので、はい、これからのいろんなところにツアーで回っていくので、ぜひ見に来てください。以上、モーニング娘。以上、モーニング娘。の福村瑞希と生田絵里奈と鞘師里保と